勝たないといけないっていうプレッシャーで最初ちょっと硬かったんですけど、でも悪い流れでその時に点取れたのが一番大きかったのかなと思います。まあ、この勝利もチーム全員で取れたので良かったと思います。そうですね、自分ちょっと悪い流れの中であまりボールも前で収められずに起点になれなかったので、隙あらば、チャンスがあれば点取ろうと思ってたので、相手のミスをつけたのは良かったかなと思います。ハットトリックに関しては正直に、嬉しいですけど、それもでもチーム全員がボールをつないでくれたおかげなので、チームのみんなに感謝したいと思います。そうですね、ちょっと今年は例年に比べると負ける回数が多かったりとか引き分けが多かったんですけど、怪我人とかいる中で、4年生が中心となって、シーズンを通して戦えたことはとても良かったかなと思います。あと、4年生だけじゃなくて下級生もみんな4年生のためにって走ってくれたので、今回の委員会出場につながったんじゃないかなと思います。先生、まずは総理大臣杯のベスト8以上の結果を求めてやっていきたいですし、個人としてもそこで点を取れれば将来にもつながると思うので、例年以上の結果を求めて、頑張りたいと思います。そうですね、前半と後半でも最初の方で攻撃陣がしっかりと3点取ってくれて、その中でしっかりと守らないといけないという状況で、センターバックの自分としては、2失点して苦しい展開になったというのはちょっとまだ課題なので、そこをしっかりと全国大会では克服していい結果ができるように頑張りたいと思います。まずもう勝たないといけないというのがもう絶対条件だったので、もう本当に、戦術とかよりも絶対に勝つという気持ちの面での、全体の強制理解っていうのが一番ありました。そうですね、ちょっと言い方悪いんですけど、下位のチームに、負けたりとか引き分けたりっていう形で、上位のチームには勝ってるんですけど、勝てるチームに負けてしまうというちょっと苦しい状況が続いて、でもその中で最終的にはしっかり全国につなげることができたっていうのは良かったと思うので、本当に全国に向けてまた頑張りたいと思います。総理大臣杯ではベスト8で終わったので、それ以上の結果をしっかりと残せるように、またチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。